セガイケベでは、エチオピアの陸上競技選手。専門は長距離走、マラソン。2013年ロンドンマラソン13人兄弟の5番目として生まれた。幼い頃は、エチオピアの首都アディスアベバの北4 0トルのゲラルバーで生活したが、家が貧困だったため、家計を助けるために、小さい頃から焚き木を集めて売ったり、家畜の世話をして1日わずか2.5エチオピアブルの 収入を得ていた。あまりにも貧困だったため、1日一食もままならない日もあったという。初マラソンはアディスアベバマラソンであるが、国際舞台発登場は2007年のアムステルダムマラソン8位に入った。2008年にはハーフマラソンで59分35秒をマークした。同年のパリマラソンでは2時間06分40秒のタイムで優勝している。 北京オリンピックの男子マラソンでは、同じエチオピアのデリバメルガを競技場に入ってから追い抜いて2時間10分で0秒で銅メダルを獲得した。2008年12月7日、日本の福岡県福岡市で開催された第62回福岡国際マラソン選手権大会にて2時間6分10秒の大会新記録で優勝した。二千九年ベルリン世界陸上にも出場し、 2時間08分35秒で銅メダルを獲得した。同年の2009年12月6日の第63回福岡国際マラソン選手権大会では自己の記録を更新し2時間5分18秒の大会新記録で連覇した。2010年4月25日のロンドンマラソンでは時折雨が降る天候の中エマニュエル無帯以下を下し2時間05分19秒の 記録で優勝した。2011年のテグ世界陸上、2012年ドンドンオリンピックには出場しなかったが、2012年シカゴマラソンでは2時間04分38秒の世界歴代9位の大会記録で優勝し、また2013年ドンドンマラソンでも優勝し、2012から2013シーズンのワールドマラソンメジャーズを制覇するなど安定して、 好記録を出し続けて活躍している選手である。ありがとうございます。